しもし、パパ？あー、久しぶり。元気かい、ユキ？うん、元気だよ。パパ、今どこにいるの？あ、パパはね、今はまだ遠いところでお仕事なんだ。ユキ？おじいちゃんのところで、ちゃんとお利口さんにしてるかな？うん！おじいちゃんとおばあちゃん、いっぱいみゆきと遊んでくれるの。あと、この前お買い物に行ったとき、お人形さん買ってもらったの。今度パパにも見せてあげるからね。楽しみにしてるよ。明日は無理だな。でも、もうすぐ帰れると思う。そうなの？いつ？なんだから、困った人のために働いてるんだもんね。みゆき？みゆきは平気だよ。パパが帰ってくるまでお利口さんにして待ってるからね。すまない。それじゃあみゆき、また連絡するよ。すまない。申し訳ありません。立ち聞きするつもりはなかったのですが。ああ、いや。情けないところを見られてしまいましたね。すみませんね。ああ、何か分かりましたか？はい。大石さんも第三会議室におりますので、詳しいお話はそちらで。分かりました。あの、さっきのおでんは、お子さんですか？ええ。5歳になりましてね。今は、妻の実家に預けてあります。実家？
変ですね。自分の父も警察官でした。もう亡くなって12年になりますが。そうなんですか。あまり休みのない人でしたから、幼い頃は時々文句も言ったものです。よその子たちは日曜祝日には父親と過ごしているのに、自分の家庭ではむしろ逆でしたからね。耳が痛いです。この前も旅行をキャンセルして、ずいぶんがっかりさせてしまいました。きっと私のいないところでは文句も恨み事も言われているでしょう。そうかもしれません。でも、私にとって父は今でも自慢の父です。この仕事を選んだのも、今まで続けているのも父がいたからなんです。だからいつか赤坂慶司のお子さんもきっと分かってくれると思います。親にもなったことのない自分が申し上げるのは僭越ですが、一緒に過ごした時間だけが親の思い出じゃないと、今なら分かります。元気を出してください。見ない警部。お先に行きます。それでは。ありがとう、ともえさん。すみません、お待たせしました。いえいえ、別に待っていませんよ。赤坂さん、まずご紹介を。こちらは藤田巡査部長と花田巡査部長です。今日から本腰を入れてこの一件に加わってもらうことになりました。二人ともそこはあまりいいとは言えませんが、口の硬さと頑丈さだけは信用できます。今回のような地道な捜査には最適だと思います。え、そんなに俺たちそこ悪いですかね。あの未来さん、口の硬さはともかく頑丈って褒めてるんですか。もちろん。なんせ私の右足くんと左足くんだからね。にしても足？腕じゃなくて？つまりアッシーくんですか、俺たちって。なに？不満なの？いえ。
それでは始めましょうか。藤田くん。はい。まずは。昨夜の一件を受けて、当初の5年前から、さらに10年前まで対象者を広げてみました。数としてはおよそ2倍。いや、3倍弱ってところでしょうか。結構な数ですね。畠山一馬と、小畑清。完全に盲点でしたね。ええ。小畑清は畠山氏と比べて表立って派手な行動をしていませんでした。だから見落としてしまった。それにしても私たちはたたりを恐れて奇妙な行動を起こす人を注意してきましたが、それ以外のことにも目を向けないといけないようですね。それ以外のこと？周囲への影響ですよ。伝染と言った方がいいですかね。それにしても、これだけ範囲を拡大するとなれば、操作するのも一苦労ですよ。120世帯以上をこの人数でローラーかけるわけですか。単純に計算しても20日以上はかかりますね。どうしました？赤坂警視。見ない警部。それと大石さん。単なる偶然かもしれませんが、ちょっと奇妙なことを見つけました。奇妙なこと？これを見てください。これとこれと、これが私の回った家で、これが見ない警部、これが大石さんの担当部、そしてそれぞれ奇妙な飾り付けやまじないを施していた家が、この5つになります。あ、ほうほう。そうです。みんな二世帯家族なんですよ。しかし介護センターで事件を起こした正木さんは違いませんか？確かに彼女には娘さん夫婦がいるとリストにはありますが、一緒に住んでいたわけではない。それなんですけどね、実は先週一度自宅に帰っているんですよ。で、本来なら孫の夏休みが始まるまで家族と一緒に暮らすはずだったとのことでしたが、急に予定を繰り上げてセンターに戻ってきたそうで。ということは、
自宅で問題行動を起こして家族が家から叩き出した。まだ聞いてみないことには何とも。ですが可能性はゼロではありませんね。それじゃたたりに何か関与すると思われる対象は二世帯が同居する家庭ということですか？いえ、そこまではまだ。ですが危険度が高いということは言えるかもしれません。そしてそう考えてみると、現在二世帯家族で事件に巻き込まれていないのはこの物部に住む竹上家と岡本家だけです。物部ですか？割とここから近いですね。それから小畑容疑者が沖宮出身でしたので、沖宮から転居してきた家族も捜査対象の中に入れました。藤田君、はい。こちらは雛見沢の隣町沖宮出身の家族のリストです。その中で祖父母と同居するものとなると、ずいぶん少ないものね。これだけ？ですね。時代ですよ、時代。そういう私も父と母とは離れて暮らしていますから。へえ、職員校舎ですか。安いですからね。せっかく公務員なんですから使わない手はないです。うちは実家なんで、まあそれも使わない手はないわけです。さて、そういうことならとりあえず藤田君は竹上家を重点でその周辺お願い、花田君は岡本家重点でよろしく。私は佐伯介護福祉センターでの聞き込みの後、畠山家の現状を確認します。で、大石さんと赤坂さんには沖宮出身の家を回ってもらいたいんですが、どうされますか？私たちは、その通りですよ、赤坂さん。間違いなくこれは雛見沢の御三家の一つですね。なぜ断言できるんですか？雛見沢の村で御三家の名前を付けられるのはその血筋の者しかいないからですよ、巴ちゃん。
よく見つけましたね。え？いえ、私はそのこと今初めて知りました。でも沖ノ宮から移転した家族にそんな雛見沢の有力名家が移り住んでいたんですね。私たちの担当はこの家からで、赤坂さん、ここだけは一緒にどうです？そうですね。早速今から向かいましょう。それでは私は佐伯介護福祉センターから行きます。畠山一馬氏の入院中のことで何かわかるかもしれませんので。わかりました、よろしくお願いします。ここで間違いないですね。ええ。雨宿りでしょうか。自分の家の玄関先でですか？だな。やっぱりアルバイト行けばよかったな。もう少し小ぶりになってくれれば。すみません。この家の方ですか？はじめまして。
沖宮処方の赤坂守と言います。あ、こんにちは。それにしても土砂降りの中、家にも入らずに何をしているのだろう。こんなところでどうかされましたか？鍵を忘れて。鍵？今日は父も母もおばあちゃんもみんな用事で出かけてるんです。でも私、朝学校に行くときに忘れちゃって。なるほど、それはお気の毒です。ではいかがですか？雨宿りがてらに近くでお茶でも。いや、私たちは決して怪しいもんじゃありませんよ。沖宮書房というのは獅子骨市沖宮にある出版社でしたね。沖宮ですか？ええ、私たちは沖宮の出版社からやってきたんですよ。本好きですか？はい、好きです。ほとんど図書館で借りた本ですが。確かに面白い本は買うと高いですからね。そうなんです。古い本が多いから読みにくいこともありますけど、それも楽しかったりして。で、それから、それで、ご用件は？実はですね、私たちは地域紙の本を作っていましてね。この家のおばあちゃんは、雛見沢出身と聞いて、村のお話を聞きたいと考えてお伺いしたんですが。地域紙？さっきお話に上がったタイトルの中には地方の民話を元に書いた作品もありますよね。あ、そうです。童話とかは作家がその地方に残る民間伝承を取材して書き上げたものが多くて。ああ、わかります。それで私たちもそういった地域に残る話を後世に伝えたいと思いまして、こうやって活動をね。へえ。ということで地元のお年寄りの話を聞いているんですよ。ああ、この人は私の上司でね、大石と言います。どうも、同僚の大石です。どうです？
ちょっとお話を聞かせてもらえませんかね。でも私、沖ノ宮の歴史なんて全然。いや、気になさらずに。何でも、そう軽い世間話でもいいんですよ。なら、おばあちゃんに聞いてください。もうすぐ、多分、あと2時間くらいで帰ってきますから。それじゃ、その方が戻ってくるまでの時間つぶしということでいかがです?あなたさっき、お腹が空いたと言ってらしたようですが。あ、なっはっはっは、図星ですね。ささ、参りましょう。せっかくですから、おいしいものをごちそうしますよ。どうぞ。大石さん、怪しまれますよ。いやー、めったにこんな若い子と話す機会がないものでつい。さて、何を頼まれますか。あ、私夏美です。君吉夏美。それで、私に話って何ですか?そうですね。私たちが聞きたいのは、お社様についてです。ひなみざわの土着信仰、お社様崇拝について話を聞きたいのですよ。それってあまり私はよく。確かにおばあちゃんは神棚にお参りしています。でも詳しいことは。そのおばあちゃんの神様には終末思想というものがあるんですよ。終末思想?それがおばあちゃんのどんな。ねえ、
その終末思想がたたりというものを引き起こしたと私たちは考えています。え、先日村がガスで全滅しました。例の雛見沢村のガス災害です。それで噂が流れていましてね、お社様のたたりだと言うんです。ですがこれがただの噂でなくなってきてしまった。村の出身者、特に老人を中心に理解しがたい行動が広がっていましてね。気候ですよ。気候。これらはすべて雛見沢出身者によって引き起こされているんです。そんなの私。あなた方は。自殺者の中には通常の思考では考えられない死に方をする人までいるんです。まるで周囲の人までも生贄として巻き添えにするように。例えば自分の爪で喉を引き裂いて血にまみれながら苦しみ抜いて死ぬとか。ちなみにあなたの家は大丈夫ですか？大丈夫。嘘。でしょう。まずい。お日さん、やりすぎだ。雛見沢にはね、わからないことが多すぎるんですよ。特に今回のガス災害とその後の事件はもう我々の事件をはるかに超えている。古出神社の巫女古出梨花が災害前に惨殺された。彼女が殺されたことがこの一連の事件と何らかの関連がある。それぐらいなんですよ、我々が思いつくのは。だからあなたからお聞きしたいんですよ、もっと詳しいことを。大石さん、教えてくれますよね。君吉さん。あ、私知らん。
くん。出よう、君よし。私たちまだお話し中なんですがね。こちらにはないようです。ダウンは君よし。ちょっとやりすぎでしたかね。いや申し訳ない。ついついいつもの感じで。相手は女の子ですからね。ここは例えば見ない警部に代わってもらった方がベストかもしれませんよ。ですね。戻ったらお願いしてみますか。それじゃ、気分を入れ替えて、とりあえずご家族の評判だけでも聞いておきましょうか。ええ。雨、上がったみたいですね。何ですか、これは。の、もですか。
これも何かの祈祷でしょうか。さあどうなんでしょうか。誰かに邪魔された、そんな様子にも見えますが。これのかむどこに八代の三毛三木を捧げ祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らく、平らげく安らげく貴子しめして、お社の狼の高き広き賢き。次はここかもしれませんね。被害者ですよ。いや、ひょっとしたら加害者の方かもしれませんが。君吉、夏美、菓子パン1個ってあんたの昼食それだけ？え？変かな。いや、変っていうか、いつものお弁当は？おばさんお手製の卵焼きとかミートボールとかはないの？今朝お母さん寝坊しちゃって。そうなの？ああ残念。せっかくわびしくて味気ない購買のパン食のおかずにご賞味させていただこうと期待してたのに。千里ちゃんせこいよ。お待たせ。あれ、夏美？へえ、なんか珍しいね、夏美がお弁当持ってこないなんて。ひょっとして初めてじゃないの？意外。完璧超人のおばさんでも失敗するんだね。これは新発見だ。あ、けどさ、夏美、パン1個ってのはいくらなんでも少ないんじゃない？え、そう？あんまり食べたことがないからどれくらいなら大丈夫かなってわからなくて。いや、それでもこれは少ないよ。ねえ、フードファイターのたまこさん、
が大食いだ。でもまあちょっち少ないかもね。私買いすぎたからお裾分けしよっか。え、いいの？たまこちゃんありがとう。だけど夏美、お昼とはいえちゃんとご飯は食べないとさ。うん、そうなんだけど、ちょっと出なきゃ。出るとこ育たないよ。出るとこって何が？どこが？いや、そりゃ健全な男女交際のことですけどね。また健全かい。だいたい千里、あんたこの前はツルペッタンはステータスだなんてド派手に宣言してたでしょうが。そりゃ言ったことは言ったけどさ、あんまり物足りないのもどうかなってさ。あいつも一応男だからね。え、それって東堂くんのこと？他に誰かいるの？もしかして夏美、もう別の男に？そんなわけないでしょ。私はだってその…まあまあ、アキラちゃんはそういうのって気にしないと思うよ。だから安心しなさい。本当？ほら、デッサンとかで女体はゲップが出るほど見てるでしょ。むしろ夏美のようなスレンダーさんの方が普段見慣れてなくて新鮮かも。え、おいおい、タマコさんや、そりゃフォローになってないでしょうが。そりゃまあ前に見たモデルさんはアザラシもどきのすごいおばさんだったから、ちょっとアキラには同情したけど。例えるなら、私たちが油切ったおっさんをデッサンするようなものだからね。もはや人間として見ない方が精神安定上いいのかも。おいおい、そこまで言うか。ねえ、夏美はどう思う？どうしたの、夏美？え？あ、うん。東堂くんって、女の人のモデルを、そんなにいつも見てるのかなって。いや、そりゃそうでしょう。あいつ美術の特待だから、デッサンは漢字の書き取りみたいな基本授業だし。むしろ、やってないという方がおかしいよ。そうだよ。ねえ。授業なら、仕方ないよね。you
夏美、あのさ。あ、アキラちゃんだ。おーい。ちょうどいいところに来た。アキラちゃん、夏美が呼んでるよ。え、ちょっとタナコちゃん。夏美だって気になるでしょ。なら本人に直接お聞きなさいな。アキラもそんなとこぼさっと突っ立ってないでこっち来なさいな。え、おい、ちょっとちさ。まあまあまあ遠慮するなよ、アキラくん。夏美がさ、あんたがどれだけデッサンで女性の体を見慣れているか、ぜひとも聞いておきたいんだってさ。なちさとちゃん、そんなこと私、一言も。じゃあ、夏美は気にならないの？あ、その…いや、その…人物デッサンといっても、俺は風景画が中心だから、あんまり参加してないぞ。それは、1年生の頃は強制参加だったから、2回…いや、3回ほど出席したけど、進級してからは一度も出てないというか、本当だぞ。そうなんだ。いやさ、アキラ、そこまで詳細に言えとは頼んでないんだが、しかもものすっごく言い訳臭いのはどういうわけだ。それは、その、やっぱりちゃんと説明しておかなきゃ、君吉が不安があるかなって。そうなの？ごめんね、東堂くん。変な心配させて。いや、いいって。はい、ごちそうさま。ごちそうさま。ま、もう見慣れた光景だけどね。アキラに任せて、私たちは退散しますか。ええごめんね夏美。アキラちゃん、私たちこれから職員室で用事があるの。おい、ちさ、タマ。
ちょっち強引だったかな。まあいいんじゃないかな。あれくらいお膳立てしないと二人ともなかなか一緒に昼食をとったりしないしね。いや、まったく、あの二人には苦労させられるよ。不器用カップルというか、お子ちゃまカップルというか。それでも、当人たちは幸せみたいだよ。アキラちゃんは愛想を振りまくのが苦手みたいだから、夏美みたいに純粋に慕ってくれる子は、きっと可愛いんだろうね。純粋でなくてすいませんね。まだ心残りはある？一度も伝えずに不先輩なんてらしくないよ。うるさいな。千里がアキラちゃんのこと特別に思ってたのは知ってる。それこそこの高校に入ったのだって。やめて。なんだけどさ、アキラちゃんと夏美は合わないような気がする。え？さっきアキラちゃんのデッサンの話が出た時、夏美の反応を見たでしょ。絵描きにとっては別に当たり前のことなのに、あの子は全然割り切って考えられない。今のままじゃこの先不安だよ。最近気づいたんだけど、夏美って独占欲が強いよね。もっと悪い言い方をすれば嫉妬深い。すごく、今はまだ慣れてないから表には出してこないけど、将来あんな感じでアキラちゃんを束縛し続けたら、きっとアキラちゃん息が詰まってくるんじゃないかな。いい加減にしなさいよ、タマコ。だいたい、夏美の悪口は言うなって、いつも私に注意してるのはあんたでしょ？そのあんたが夏美の悪口を言うなんて、一体どういうことよ。勘違いしないで、千里。私が夏美に対しての言い方を、あんたに注意したのは、あの子が大事だからじゃない。あんたが、誰よりも可愛がって大事にしたいと思っている子だから、こういう言い方の方が好かれるよって。あんたへのフォローのつもりだったんだよ。ちょっと。本音で言えばさ、今の夏美だったら私、個人的には好きになれない。前に聞いた雛見沢出身者の噂も気になるけど、夏美はそのことずっと私たちに隠してるじゃない。まあそうだけど、でも
相談してくれたらいつでも力になるつもりなのに、なんだかあの子私たちのこと全然信用してくれてないように感じるの。それが私、腹が立つ。他にも千里の本当の気持ちも考えないで明ちゃんと仲良くやってるのも不愉快、そんな見せかけだけの友情をなんで貴重に思わなきゃいけないのよ。タマコ、あんた。でも、だからだ。だからこそ。ねえ、タマコ。何？もしも夏美が雛見沢出身者だったとしたら、あんたどうする？そうだね、誰かからそれを知ったら多分私はあの子と絶交する。でも、え？もし夏美から打ち明けられて相談されたら、私はあの子を守ると思う。誰が何て言おうと、私の大切な親友だからね。タマコ、あれ？やっぱり気持ち悪いって思った。
そうだよね。気持ち悪いよね、あんなの。家に気味の悪い魔除けを飾りつけたり、変なお経を唱えたり、それにおかしな事件を起こして殺人を犯す人たち、気持ち悪いよね。私だってそんな人嫌だ。近くにも寄りつきたくないよ。君よし、たたりとか、おやしろ様とか、バカバカしい。なんで雛見沢の出身だからってそんな変な人ばかりがいなくなればいい。みんないなくなれば誰にも迷惑もかけなくなって、そしてそして、やめろよ君よし。大丈夫だから、家のことは誰にも言わない。クラスの連中だって誰の家かなんて分かっていなかったみたいだし。あ、別におまじないをするのはおかしくなんてないだろ。俺も野外スケッチでいろんな装飾の神社を見てきたから分かるよ。東堂くん、だから気にするなよ。俺は分かっているから。嘘だ！もし夏美から打ち明けられて相談されたら、私はあの子を守ると思う。誰が何て言おうと、私の大切な親友だからね。
アキラも陸王大にしたの？ああ、なんかまずかったか？いや、まずくはないけどさ。あんたの腕と実績なら東京の美大だって引く手あまたでしょ。今の高校みたいに奨学金とか特待生待遇とかいい先生もそっちの方が多いし、名を売る機会も環境も格段の違いなのに、なんでそっちにしなかったのさ。別に名前を売るために絵を描いてるわけじゃないしさ。それに、いや、なんでもねえよ。あんたもベタ惚れだね。いくら告白したてで不安だからって自分の将来まで相手の都合で決めなくてもいいんじゃない？別に俺は君吉のことで大学を決めたわけじゃ。私は一言も夏美のことは言ってなかったんだけど。あ、でも、なんだ？そのさ、アキラが陸王大に行くって決めたこと、夏美には話した？いや、まだだけど。それが？ちょっとさ、事情があって、あの子にはそのこと、まだ黙っててくれるかな？は？わかったよ。しばらく黙っておく。でも、なんだか隠し事してるみたいで、いい気分じゃないよな。おうおう、えらく真面目だね。今からそんなんじゃ、浮気した時に一発でバレるよ。浮気なんてするかよ。